すみません、改めまして、宮古の佐喜眞といいます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどビデオを見ていただいたんですけど、中島さんから紹介もいただきまして、本当に中島さんとは10年来の本当にお付き合いをさせていただいて、以前その10年前に、ぜひとも岡山に出てきてほしいって声をかけていただいたんです。本当にいい縁が寸前まであったんですが、偶然福山の方にその土地というのがありまして、岡山の方にはちょっとお留守ということになったんですけど、今日その時に、10年前にですね、講師として見せていただいたルネスホール、改めて今日中条さんに案内していただいて、うわ、私が10年前にもっとその文化とかいろんなものにと中身をもっと深かったら、ぜひともやりたかったんだなというふうに思って、今日中条さんとお茶を飲みながらその話をしておりました。また何かいい縁があったら、岡山にぜひ見学があったら来てみたいなというふうな思いが今いたしております。中島さんに、紹介いたしてもらったんですけど、本当に講演をということで、今先ほど言っていただいて、私はですね、本当にもうこの中島さんからも何度か言って、もう店作りは、ね、大好きなんですけど、この人前で物を売ったりなんかするのは本当に苦手な方ですって、本当に本当にお断りをしたんですけど、やっぱりこのような宮古の方に来ていただきまして、中島さんの顔を見て直接言われたらもうどうしても断れないですね。でということで、今日ちょっと講演というよりはこの「それからネット」に呼んでいただいて、皆さんと本当に友達になれたなという気持ちで来ましたので、どうかその堅苦しい雰囲気でできるだけないような形でやっていただければ、リラックスしゃべれるんじゃないかなというふうに思っております。今自分がその歩んだきた道を素直に表現させていただければ、決して上手に多分言えないと思いますけど、厳しい点とかいろいろあると思いますが、自分が大変に精神いっぱい今日話をさせていただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今ビデオを見ていただきました。実はですね、ビデオを持ってきたのもあまり喋りたくないなというので、あれを見てもらったらもうほとんど分かるんじゃなかろうかなと思って、もう1時間の時間をいただいたので、もう30分ぐらいそれで使って、しまいました。本当に、今日はですね、店の再建のことというのはビデオで今紹介をされたんですけど、私がその創業から創業当時の話を今日させていただければなというふうに思って、今日来ました。創業はですね、昭和51年のビデオでもあったんですが、今から35年前に福山の春日町というところに、オープン店を出させていただきました。その当時 の春日店というのは、今日もちょっと名刺交換を少しさせていただきますので、本当に宮古に何度も行ったことがありますよと言われた方が本当にたくさんいたので、正直驚きました。で、今のようなああいうふうなその土地とか場所ではなかったんですけど、当時では本当に田んぼの中の一軒家、本当に田植えのシーズンになったらもう帰るのが商談の中でレストランをしているようなところでした。で、私は23歳の時に結婚して25歳で商売をさせていただきました。
とにかく若かったものですから、まずはとにかくその、商売がしたいという一心で、土地の方はですね、両親の方にたまたまあったものを融通していただきまして、まずはそのお金がなかったものですから、まずどうやったら安くできるかなというふうなことを考えてですね、で大工さんにお願いをして、本当にもう全部揃えて1000万以内でないと絶対できないんだということで伝えてですね、本当に990万円でその店を作っていただきました。まあこれはちょっと出てたんですけど、本当に普通の大工さんが作って内装も添えたような感じでありました。で、店のその業態なんですけど、本当に普通のレストランでありましたから、特徴のない小さなレストランで、坪数は25坪、従業員も私夫婦とパートさんを含めて5名でのスタートでした。その当時は本当に田んぼの一軒家ということで、なかなかお客さんにも来てもらえずに、そうですね、いろんな定食からしゃぶしゃぶから、まあ、ありとあらゆるものをしていたもんですから、かえってそれがこの中途半端な料理になっていたんじゃないかなというふうに思っております。ちょうどオープンをして2、3年ぐらい経った時ですかね、本当に売り上げの方が結構ですね、2万円とか1万円とかいう売り上げが入ってくるようになりました。いや、これは本当にどうするかな。ちょうどその頃に長男が生まれました。これなんとしないといけない、でもそれぐらいの売り上げだったらその、店をするより商売会社員だったらよっぽどいいじゃない、正直そういったふうに思ったことも、ありました。それでですね、ちょうどその頃ファミリーレストランとかですね、喫茶店でモーニングサービスとかいうのがものすごくこう全盛期で、ちょうど30年ちょっと前のことですか、いっそのことその昼間県民だったら朝喫茶店してモーニングしたらどうかということを話し合っていて、モーニングショーという話になりまして、業者の方に、コーヒー豆をこれからモーニングサービスとしてチケットを出すので、コーヒー豆を 2、3キロサービスしてほしいというふうに話をいたしました。実はそうしたらですね、もう帰ってきた言葉が、いや、できない、サービスはできない、いや、なんでその 2、3キロのコーヒーができない、まあ、その時僕も若かったものですから、2、3キロのサービスができないんだったら悪いけど、もう業者変わります、それいいですよ、もう本当にちょっと本当寂しく愕然となったんですけど、まあ、その日のうちにですね、実はコーヒーの例えば、まあ、何々コーヒーって反動がありますね、それをその日のうちに業者がトラックで持って帰られました。そういったことがありました。本当にそれがその寂しくて悔しいやらで、でもかえってそういうことがあってですね、いや、何が何でもやっぱりその見返してやろうということが、かえってそういう時に湧いたように思います。やっぱりですね、店、まあ、何でもそうですけど、入らないとダメなんですね。銀行もそうですけど、その時にもう通説に思いました。そしてコーヒー屋さんを変わって、業者を変えて、また喫茶店のモーニングを営業させていただきまして、でずっとしててもなかなか業績がメインに上がってこないですよね。でこれなんとか
本当にこう深いなというふうな関係はあったんですけど、なかなか業種に至らない、まあ、そういった時にそのちょうど、万博のカナダ館、万博のパビリオンですね、それを福山の方に移築してレストランを出したりして、それ万博カナダ館というのがありましてですね、流行っているということで、カナギと一緒にその店に見に行きましてですね、いやその店がですね、本当にもう30年ほど前ですけど、お客行くと本当にムードが良くて、お客様とコックさんが要するにそのオープンキッチンになってまして、話をしながら恋人同士とか家族とか楽しそうに夜お食事をいただいてるんです。はなんとムードがいいな、こんなにしてたらやっぱお客さん来たらなと思って、その夜、自分の店に帰って、その休みの電気を、休みの時に電気をつけて自分の店を見ると、もう全然違うんですね。本当に大工さんが作った店舗ですから、もうまるで違う。これじゃお客さん来やな、でもお金はないしどうしようかな、でもう一回だけこれなんとかしないといけないし、これオープンキッチンでお客さんとこの話をしているところを姿を見て、私もあんなのやりたい、ぜひともこのああいうふうにお客様の好みを聞いてそのやったら、もっと早く自信があるんだかな、でもお金がない、もう一度そのもう一度だけ両親に、お願いをして、本当に忘れもしないですけど、保証人になっていただいて300万円の市の制度融資を借りてですね、思い切ってオープンキッチンに、しました。まあ、オープンキッチンにすると同時に、いろんなメニューをやってたものをやめてですね、ハンバーグとステーキの専門店にやろうということでオープンをしました。まあ、そうすることによってですね、本当にステーキとハンバーグだけは絶対にそのよそには負けないものをしようということで、メニューを作って、例えばお肉なんかではですね、400グラムとか500グラムのステーキを作って、よそはハンバーグなんかさ150グラムだったら300グラムとか、そういったものをでやろうということで、メニュー作りをしたら、実は本当にお客さんがびっくりして、あそこの肉はもうでかいし、まあ、美味しかったかどうかよくわからないですけど、もうすっごいボリュームがあるよ、何でもボリュームがあるというふうなその口コミでですね、徐々にそのお客様が増えていってくれました。本当にその当時は専門店というのもあまりなかったものですから、そういうこともすごく追い風になったのではないかなと思いました。でそしてステーキとハンバーグの、まあ、対面調理まではいかないんですけど、対面調理の原点がそこにできまして、それから徐々にお客様もどんどんこう口コミで増えてまいりました。まあ、そして店の方も増築をして、順調にいきました。で人も育ってきたものですから、この辺で、2店舗目を出そうじゃないかという話になります。じゃあどんなものを出すんだって、ずっとその当時ファミリーレストランものすごい全盛期だったものですから、あこれをやってですね、この店を出して大きな店を出してどんどん儲けてやろうやいうことで、ファミリーレストランは徹底的に研究して、みんなでいろんな全国のファミリーレストランを見てですね、あこれだファミリーステーキハウスでしょということで、25年前にあけぼの店のオープンをされました。実はそのやはりですね、そのモノマネはモノマネなんですよね。やっぱファミリーレストランを真似てステーキハウスをやったんですけど、やっぱり